ダスティン・ハンター・レンフローは、アメリカ合衆国ミシシッピ州ジャクソン出身のプロ野球選手、ウトを右打ち、MLB のボストン・レッドソックス所属。サンディエゴ・パドレスの球団新人シーズン本塁打記録を持つ。2010年の MLB ドラフト31巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、契約せずに、ミシシッピ州立大学へ進学した。 2013年の MLB ドラフト一巡目でサンディエゴパドレスから指名されプロ入り。契約後、参加の A 級フォートウェインティンキャップスでプロデビュー。A 級レイクエルシノアストームでもプレイし、2球団合計で43試合に出場して打率。271、6本塁打、25打点に盗塁を記録した。2014年は、 a 級レイクエルシノアと a a サン・アントニーをミッションズでプレイし2球団合計で129試合に出場して打率26721本塁打75打点11盗塁を記録したこの年はオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜にも選出されたオフにはアリゾナフォールリーグに参加しサプライズサグアロスに所属した 2015年も AA 級サンアントニオとトリプル A 級エルパソチワワズでプレーし2球団合計で133試合に出場して打率27220本塁が78打点5盗塁を記録した2016年は開幕からトリプル A 級エルパソでプレーした133試合に出場して打率30630 30本塁が105打点 5盗塁を記録するとパシフィックコーストリーグの MVP に輝いた。また2年ぶりにオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。9月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。初打席ではエドウィン・エスコバーから敬遠支給で出塁したが、 これは15年ぶりの珍記録だった。シーズン最後の週の6試合では、打率409、3本塁打、13打点を記録して、プレイヤーオブザウィークを受賞した。特に9月27日のローサンゼルスドジャース戦では、初回裏に前田健太から左翼席へ3点本塁打、8回裏西万塁のフルカウントでは、ルイス・コールマンから万塁弾を、 バックスクリーンに放ち、一人でこの試合の全打点を記録している。この年メジャーでは11試合に出場して打率、371、4本塁打、14打点を記録した。2017年9月27日のドジャース戦でシーズン25号本塁打を記録し、1969年にネート・コルバートが記録した、球団新人シーズン本塁打記録を更新した。 この年は122試合に出場して打率、231、26本塁打、58打点、3盗塁を記録した。2018年は117試合に出場して打率、248、26本塁打、68打点、2盗塁を記録した。2019年は140試合に出場して打率、216、33本塁打、 64打点5盗塁を記録した。2019年12月6日にトミー・ファム、ジェイク・クロネンワーストのトレードでゼイビア・エドワーズ、後日発表選手と共にタンパベイレーズへ移籍した。2020年11月20日にディエフェとなり、25日に自由契約となった。2020年12月14日にボストン・レッドソックスと310万ドルの単年契約を結んだ。 オプションとして最大60万ドルの出来高が含まれる。ありがとうございます。